昨夜午後、市街地の廃校にてチョコレートを販売、飲食をしていた集団が一斉に検挙されました。主犯格とみられる男はチョコレートを独自に地下パーティーにて販布していました。チョコレート警察は原材料の入手ルートなどについて厳しく追及していく方針。なんでもない。昨日の、ニュースで見た。チョコレート警察に捕まったらどうなるんだ。収容所に送られるらしい。収容所？そこで徹底的に教育を施されて、二度とチョコレートを欲しがらないような人間にされるって話だ。いやだ。ベイブチュン、チョコレートの購入および飲食禁止に違反した容疑で逮捕する。諸君はこの少年とは違い、善悪の判断ができることを期待する。今後とも健全健康な生活に努めたまえ。デイブ！デイブ、デイブが捕まっちまった。僕の言った通りだろ。チョコレートなんかに関わってるとろくなことないって。噂では昨日の現場にはもう何人か男の子がいたそうだよ。てめえ、クラスメートが逮捕されたんだぞ。なんとも思わないのか。やめろスマッチャー。規則に逆らうなんてデイブがバカなんだ。なんだぞ。デイブが一体何をしたってんだ。ただチョコレートを食べただけじゃねえか。チョコレートを食べるのがそんなに悪いことなのか。警察に逮捕されることなのかよ。そと、僕らの考えることじゃない。チョコレートがないなんてどうすればいいんだ。ごめんなさい、でもチョコレートは禁止されてしまっていて。私たちはチョコレートで結婚記念日を祝ってきたんだよ。今年も二人一緒にこの日を迎えられた喜びを最高のチョコレートで。おじいさん、もういいですよ。仕方ありませんもの。ごめんなさいね、無理言って。いえ。チョコレートってただ甘いだけのお菓子じゃなくて、いろんな人がいろんな思い出を託して重ねているから、あんなに甘くて美味しいのよ、きっと。なの絶対間違ってる。チョコレート禁止法ができてから世の中おかしくなっちまった。学校の先生も父さんもみんなビクビクして、政府の顔色ばっか気にして、友達が逮捕されても誰も助けようとしない。こんなののどこが健康だよ。私も気持ちは同じよ。でも私たちの力で何ができるの。それはルイーズ、この前言ってたよね、手作りチョコレートをバレンタインに送ろうって。何の話。チョコレートの作り方教えてくれないか。作り方。ハントリー、お前、チョコレートの溢れた世界を取り戻そう。チョコレートの世界。僕たちの手で自由な世界を取り戻すんだ。よし、やろう。いや、待って、私が知ってるのはお菓子作り用のチョコレートを溶かして型にはめたりケーキにするやり方だけ。チョコレートそのものの作り方は無理よ。あ、ダメだ、一般ユーザーがこの情報にアクセスすることは禁止されてる。ネットもやられてんのかよ。この分だと図書館や博物館の資料も制限かけられてそうだ。あった、制限がかかってなくて何でも調べられる場所が一箇所だけ。どこだよそれ。本当にそんなところが。